公共曲第10番補短調作品93は、ドミートリー・ショスタ・コービチが1953年に作曲した公共曲。15曲あるショスタ・コービチの公共曲のうち、傑作とされる作品の一つである。自分のドイツ式の綴りのイニシャルから取った DSCH 音形が重要なモチーフとして使われている。この音形がショスタ・コービチの証言で、 スターリンの音楽的肖像などであるとされた第二、楽章までは現れず第3楽章になってから現れ始め第4楽章に至るとあらゆる場面で用いられることからもスターリン体制が終焉し解放された自分自身を表現しているのではないかとも言われているピアノ連弾版も存在し作曲者がミエチスワフ・バインベルクと共に1954年に演奏した 自作自演録音が残っている。1948年のジダーノフ批判により、ショスタコービチは苦境に追い込まれることとなった。その一因には、公共曲第9番を聴いたスターリンが、ベートーベンの公共曲第9番のような作品を期待していたが、その期待とは全く異なる軽妙者脱な作品であったため激怒したことが関係している。ショスタコービチは、その時期には、 映画音楽や森の歌などを発表し、非難を避けるべく当局に迎合するかのように振る舞い、1953年のスターリンの死の直後、いわゆる雪解けの時代の直前にこの曲を発表して問題となった。公共曲第9番までは、ほぼ2年に1曲のペースで公共曲を発表していたショスタコーヴィチだったが、この公共曲第10番が発表されるまで公共曲、 第9番の発表後8年も経過している。作曲は、スターリンの死後に短期間に完成されたと言われているが、スターリンの存命中の未完成の作品に同一の旋律があることから、すでに完成していたが、スターリンの死後まで公共曲の発表を待たなければ、ならなかったからという説もある。ソビエトの楽団では、この曲の評価に関して、賛否両論にまぶたつに分かれてしまい、 この問題に関して3日間にわたる討論会が行われたほどであった。なお、ショスタコービチ自身は、この作品は欠点が多いがそれでも可愛いものだと余裕の発言を残している。アメリカでは同国における諸縁権争いも起こっている。また、カラヤンが録音した唯一のショスタコービチ作品でもある。カラヤンはショスタコービチに親近感を抱いており、私は、 作曲をしないが、もししたとしたらこのような曲を書いただろうと語っている。この作品には、よほどの自信があったようで、1969年のソビート公演の際、ショスタコービチとムラビンスキーの前で演奏している。この時、ショスタコービチは、こんなに美しく演奏されたのは初めてですと評価した。ムラビンスキーは、実に感動しました。しかしあなたは、自身の演奏を、 レコードで聴くべきですと意味深なコメントを発している。作品の解釈には様々な意見が見られる。作曲者自身は1947年に教え子のカラカラ AF 見ての手紙の中で戦争三部作の真の完結編は第9番ではなくこれから作る第10番だと書いている。発表後の討論会ではあえて作品の欠点を自ら述べた後に 一つだけ言わせてほしい。私は人間的な感情と情熱とを描きたかったとコメントしている。一方で、ショスタコービチの証言では、あれはスターリンとスターリンの時代について書いたものであった第二学賞を音楽によるスターリンの肖像であると書かれていることや、修学賞で自身を表す DSCH 音恵を多用していることなどから、スターリン時代を意識したものとする考えもある。 なお、ソ連の音楽評論家ヤルストフスキーはこの曲の評論で、第一楽章の導入部の動機がリストのファウスト公共曲の旋律と似ており、これをファウスト動機と呼んでいた。またヤルストフスキーは、第二楽章を悪の力として第一楽章のファウスト的なものと対比させていた。作曲家の吉松隆は、やはり、 ファウスト公共局の戦立の引用がいくつか認められるとして、第1楽章を、ファウスト第2楽章を、メフィストフェレス、第3楽章を、グレートヒエンになぞらえ、さらにそれぞれを、作曲者、スターリン、エミリーラに当てはまるとの解釈をしている。4つの楽章から構成され、古典的な構成をとっている。4つの楽章で構成されているのは、公共局第7番以来である。 演奏時間は約50分。モデラートホ保単長3、4拍子そなた形式冒頭、低減で奏でられる。順次進行を基調とした第一主題では、D、S が暗示的に現れる。この主題の断片は他の楽章にも現れ、第三音楽章、第四楽章では、DSCH 音系に発展する。フルートの低音で現れる。第二主題には、 第一主題の順次進行との関連性が見られる。プーシキンの死による4つのモノローグ作品91の第2曲、あなたにとって私の名前などの恩恵がこの第一楽章に織り込まれている。アレグロヘンド単調に4拍子スケルツォ、ショスタコービチの証言によれば、この楽章は大雑把にいて音楽によるスターリンの肖像であるとされている。 冒頭のメトロノーム記号は2分音符イコール176という異常なテンポになっているが、公共曲第5番の修学賞と同様にミスプリントと思われ4分音符イコール176なのではないかという説もあった。ショスタコービチの研究者である音楽学者のソフィアヘーントバによれば出版前にバインベルクと共に連弾でムラビンスキーに聞かせ、 ブラビンスキーの意見も取り入れつつピアノ譜に書き込んだ数字は4分音符イコール200であったが、その後オーケストラでのリハーサル後、出版前の送譜に書かれた数字は2分音符イコール116であったという。冒頭の主題には、第一楽章第一主題の断片が現れる。また、第一主題が、ムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフの冒頭部に類似しており、 暴君の圧勢を描いたものと解釈される。トリオのない、最後までオーケストラが失踪するかのように暴れ回る、スケリッツォで中間部の荒々しい行進曲を経て再現部に入り一気化成に終わる。アレグネット派単調さん、四拍子三部形式次の三つの主題が認められる。一つ目は冒頭に現れる不気味さの漂う楽奏この楽奏には、 DSCH 音形が一音違えて潜んでいる。二つ目は D のレインコで始まり、さらにはっきりと DSCH 音形が現れる、部曲風楽奏。三つ目はホルンで奏でられるミラミレラという音形である。この楽譜は、マーラーの大地の歌の冒頭を模したもので、監視に基づく死の警告等であり、ショスタコービチは、これは墓場からの大ザルの叫び、あなたの名前を、 曲の中に転写したと、ナジーロバへの手紙に書いていた。大地の歌へのオマージュと解する説もある。また、この音形は、ドイツ式音名と、フランス式音名を組み合わせると、e l m r a とも読めることから、ショスタコービチが親密に文通していた、モスクワ音楽院の教え子エルミーラナジーロバのイニシャルを表すとも言われている。この二つの動機が絡み合いながら、 クライマックスを到達する。集結部は DSCH 音景そのものである。アンダンテ・アレグ・ロロ単調、補聴調6、8から2、4拍子そな多形式助走のアンダンテでは、定見が陰鬱なつぶやきを歌い、それは、オーボエ、フルート、ファゴットと木管に引き継がれる。67小説から、クラリネットの短いファンファーレによって、 アレグロの主部に入り一転して曲調は力強く明るくなる。このファンファーレは助走で予告されていたものであり、これが第一主題のフレーズの恩恵となる。ロンドゾネ多形式と見た場合、ここには二つの主題が認められ、ABA の形をとる。第二主題は弦楽器による力強いと短調の旋律から始まるが、蝶は一定せず、そのまま展開部へと繋がる。 展開部は、助走や定時部の主題が変形されて、発展を続けるが、次第に第二楽章のような狂気を帯び、その頂点で、トゥッティの最強層で DSCH が鳴り響きタムタムが強打する。ティンパニーのトレモロが続く中、助走が再現されるが、たびたび DSCH 音景に中断させられる。そのうちに、 軍楽隊のような打楽器の伴奏に合わせて、ファゴットが第一主題を少しおどけたように再現を始める。その後、主題 A と B が重なりながら発展し、ホルンの DSCH 音形によって第二主題に入る。ここでは補短調で、そして大変短い。コーダは、主に第一主題の二つの主題によってまとめられ、最後は、ホルン、トロンボーン、ティンパニが、 DSCH4K を輝かしく強そうする。ピッコロ1、フルート2、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパ2、シンバル、トライアングル、大太鼓、小太鼓、シロフォン、タムタム、弦五部。ありがとうございます。